はい、大変お待たせいたしました。こちらの配信は、戦車のオンラインシューティングゲームワールドオブタンクスの、公式リーグ戦公式、トーナメント WGL アジア APAC エクステンデッドシーズンのウィーク4、第4週の1日目を英語本配信の裏で日本語でも同時にお送りしております。はい、実況いたしますのは引き続きワールドオブタンクスの戦車おじさんことナトリ、そして解説は、はい、チームの敵図から赤目です。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、先ほどの試合ね、ドローになる なるなとは思ってたけど、やっぱりこうドローだったよっていう。はい、赤目選手が 5-3 ホースマンだっけ。そう、僕は5-3ホースマン予想してました。うん、で、僕が 5-3デルパンって言ってたんだよね。まあ、どちらにしろドローになるって思ってたら、案の定だったっていう。まさかタイブレークまで行くとは思っていなかった的な、こう予想だったんですけどね。うん。こう、実は事前予想してて、タイブレーク行くかもね、みたいなことは言ってたんですけどね。まさかまさか。うん。はい、といったところでね、先ほどなんかね、まあカール自走球法ですかの説明と、あとはね、その後の映像っていうのが非常に面白そうな映像でしたよね。Google 単語っていう、まあバーチャルリアリティゴーグルを使って、こう、まあロシアの戦車博物館のこう展示を見ると、こうゴーグル越しだと、そのなんだろう、戦車が実際こう立体がぐるぐる回って動いて見えるっていう、すごくなんか近未来な仕掛けを作ってるよっていう、うん、はい、ところだったんですよね。いやー、すごく羨ましいですよね。はい、僕もね、こう去年かな、はい、ロシアに行ってクビンカ戦車博物館ってところに、こうね、マウスが絶対こう生きてるうちに絶対こうマウスを見に行くんだって言ってマウスを見に行ったんですけど、マウスはもちろんあったんですよね、クビンカに、うん、ところがちょうどそのロシアに新しい戦車博物館、まあ、をこう新しくこうなんだろう、リニューアルするっていうんで、ちょうどドイツ戦車のそのだけを集めたその塔っていうのがあったんですけど、そこからもう全てのこう見物となるドイツ戦車が全部こう持ち去られてしまって、そのモスクワにある戦車博物館に移送された後だったっていうことで、こうキングティーガーはとか、ティーガーはどこみたいな感じですごくこうがっくりしました。悲しいやつですね。そう、ドイツ戦車のところだけちょうどもうすっからかんになっててしまっていて、うん、こうなんだろう、4号駆逐、うん、ラインメタルバッフェントレーガーみたいな車両とかっていうのはあったんですけどね。あとはリッカーマックスかとか、ほう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 、面白い、こう非常になんか本国ドイツでも見られないような面白い戦車とか結構あったんですけど、残念ながらそのキングティーガーとかティーガーは見ることができずに、すごくこう悔し涙を流したっていう、はい、経験があります。うん、はい、もしかしたらなんですけど、こうね、今度の東京ゲームショウでもしかしたらなんかゴーグルをつけるイベントがあるんじゃないかな。去年やってましたよね。はい、去年は、戦艦ヤマトっていう、こうね、日本ということで、こうヤマトの中にこう入れるという VR バーチャルリアリティゴーグルを使って、ヤマトの甲板歩いてみようみたいな催しをやってましたよね。あれも非常に良さそうでしたよね。うん、はい、そうですね。あとは今年は私有台が HD マップので遊べる特別な私有台らしいので、まあ、ワールドオブタンクスの方は、なのでぜひとも一回プレイしたいです、ね。そうですね。新しいマップ見てみたいですよね。僕ね、こう 9.20 かなと思ったらそうではないらしいっていう。非常にあの新しいマップ楽しみなんですよね。うん。コメントでね、僕 TGS 行くんですかっていうコメントありましたけど、大 TGS 行きますよ。で、TGS に行われるイベントとかにもおそらくいるんじゃないかなと、ちょこんとなんか端っこの方にいるんじゃないかなっていう
はい、ところであります。ぜひね、こうイベント等々で声をかけていただければ嬉しいなと。はい、大概こうね、ウォーゲーミングもうなんか歩き回るの疲れて、ウォーゲーミングブースの周りをうろちょろしてますね。そうですね、我々うろちょろしてますからね、大体。もうね、人が多くて、東京ゲームショウはともかく。で、幕張メッセとても広いですしね。はい。WGLA パックなんですが、あ、そうだ。連絡忘れてました。来週は東京ゲームショウがあるので、一週ないです。はい、来週は土日ともにお休みですね。土日ともにお休みです。なので、ぜひね、皆さん、こう、もちろんちょっと、東京ゲームショー遠いよっていう方は、ニコニコ生放送でもおそらくなんですが、配信行われると思いますので、そちらの方をお楽しみください。はい。いやー、ついにもう来週ですよ。早いですね。亀選手が壇上でカレンティーガと対決するという、またとない機会ですからね。いやー、まあ、なかなか。いや、オフラインならではの緊張してますけど、戦いを見せてください。あれですよね、ノーティーもあれですよね、現場で勢ぞろいですよね、おそらく。そうですね、うちのメンバーは、はい、全員揃うと思います。非常に楽しみです。お、なんかコメントで勝利宣言ここでしてくださいって。いやー、ちょっとそれは難しいです。お、カレン相手に勝利宣言はなかなか難しいですね。まあでも意気込みをちょっと一言来週に向けて、はい、とりあえずまあ、うん、頑張りたいと思います。僕らオフライン大会というのも初めてですからね。うん。まあでも驚かせてほしいな、欲しいな、チラッチラッチ。はい。頑張ります。はい。こうオフライン大会でカレン相手に一泡吹かせたら勇者だよ、勇者。うん。カレンはね、なかなか熱い壁ですから。頑張りたいんですけどね。はい。こうね、ノーティーキーズっていつゴールドに上がるのって言われてるよ。はい、頑張ります。はい。惜しい、惜しい、もうね、毎年惜しいんだよね。なかなかそう。あと一歩がそこ難しいですね。そうなんだよね。でも本当にこのチームのまま頑張って上に目指してほしいなっていうふうに僕は思ってます。はい。次上がるチャンスっていうのはおそらく次のシーズンなんですが、そうですね、このシーズンが終わった後ですね、うん、来シーズンが始まるまでまた何ヶ月あるか分かんないんですけど、そうなんですよね、その間にシルバーリーグが行われ、昇格戦が行われ、来シーズンがスタートという感じでやっていくと、おそらくはなると思うんですが、そこでね、中国リーグがどうなるのかとか、まだ全然決まってないですからね。中国がどうなるのかとか、あとは我々はシルバーというのは基本的に自分のアカウントで出場するものですから、はい、なのでもし最大ティアが変わったりとかしたら我々とんでもないことになるんでね、うん、またこうね、使用車両をこう一生懸命ティア上揃えてますから。ナビーはこう解散はしましたけど、ナビーというそのチームプロチームスポンサードはなくなりましたが、新たにね、名前を変えてこう存続はしてますので、はい、チームのメンバーも変わらずかな、ほぼ変わらずかな、はい、活動は続けていますので、ワールドオブタンクスの WGL リーグはまだ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 続きますよ、はい、うん、ナビーというまあもともとね、こうナビーが一番こう長かったわけですけど、その他のチームっていうのはいろいろと名前を変えてきてますから、ナビーも今回名前が変わったんだよぐらいに受け止めていただければ、はい、うん、ね、コメントで自前アカウント辛そうって言うけど、本当にね、自前アカウントの大会きついよ。いや、辛いですよ。きついよ。練習するたびにクレジットが100万飛んでいくので、基本的に。なので、まあ、週1回100万は確実に飛んでいくという感じですから、うん、まあ、もちろん、その、1週間前になれば、毎日練習入りますから、1週間で1000万とか普通に飛んでいきますし、うん、これが。なので、ちょっとそれはきついですね。そうなんですよね。何がきついかって、本当にこうね、クレジットが飛んでいくから、こう、選手にもよるんですけど、本当になんか、試合で使う車両しか残さずに、もう他の車両とか全部もう。ああ、もう僕はそうです。試合で使う車両以外基本的にガレージ、うん、なくなってしまう。お金稼ぎ用 の、ね、プレミアム単身車両と、それ以外も残り、もう試合で使う車両以外に、もうガレージはいないです。基本的に。こう、しかも、こうね、トーナメントプレイヤーになりますと、ランダムマッチでも、
こうプレイしなきゃいけないということで、すごいこうプレイ数多くなってきますから、本当になかなかね、いろいろといろいろなものをこう削りながらこうな強化をしてるっていうような状況なんですよね。僕もこう一戦で15万とかクレジットすっ飛ばすこともありますけど、そんなんこう屁でもないですからね。あ、トーナメント自体は本当に1試合20万とか平気で飛びます。本当にこうあっという間にこうクレジットがすっからかんになるのを見て、すごくこう顔が真っ青になってきますよ、はい、うん、特にオートローダーですね、うん、本当とんでもない量飛んでいくので、しかも毎試合こうね、結構弾速空になるぐらい打ちますからね、問答無用で。さあ、そんな話をしていたらいつの間にかセブンパイレーツ VS EL ゲーミングの試合がスタートしております。さあ、この2チーム中国勢同士の戦いがどのように動いていくのでしょうか。この2チームね、とてもとてもディフェンスのポジションというのはよく似たポジションを取ってきていますから、非常に楽しみではあるんですよね。さあ、セブンパイレーツのナイスが木を落として自分のこう遮蔽を作りつつも、ブラインドがしこたま飛んでくる状況に結構ビクビクしながら顔を出しています。これあれですね、今ナイスのところに弾飛んできてたんですけど、あれですね、ブラフの弾も飛んでましたね。今おそらく違うポジションから弾飛ばしてのナイスに警戒させていましたね、というぐらい言える、かなりこういろいろと再考していますよ。さあ、そうですね、ということがちょっと分かった段階で車両の編成の方確認していきましょう。赤側 まずは守ります。セブンパイレーツマウスが2枚、 E4 が3枚。 E4 3枚ですか、うん、このチーム基本的に E4 3枚のタグ多いですね、はい、バッチャに T100LT という編成。それに対して、攻め側青チーム EL ゲーミング、マウスが2枚、 5A が4枚ですか。そしてバッチャという編成。あー、なるほど。あっと、ここで 5A がセンターで発見。でも体勢に影響はなく、あっと、ここで 1,2 ラインを南下している 5A が T100LT に対して砲撃を開始。 T100LT はまずは逃げます。そして、絶対こう弾は食らわないけど、近づいてきたら見てやるぞポジションへと移行しますね。ぜひ皆さんもね、マインズでこのナイスの入ってるポジションを覚えておいてください。試合では活躍できる可能性というのは結構少ないですが、あそこに入ると長生きはできます。さあ、ここからどうなっていくのか。やはりこの2チームの戦いはお互いをよく知ってるだけあって、すごくこう探り合うような戦いになってますね。やってますね。T100LT が砲塔をちょこっとだけ崖の上に出して見てますね。このね、 T100LT の頭の出し方も覚えていただくと、もしかしたら役に立つかもしれない。このね、セブンパイレーツと EL ゲーミングのマインズの戦いというのは、本当にそのマインズでの戦い方というのが詰まっていますから、ぜひね、こう動きの真似をしてランダムマッチにも生かしてみてはいかがでしょうか。なかなか攻め上げてますね、イエル側も。さあ、ここで一気に前に出ていく。
マウス、まずは北陽のマウスが前に出て750ダメージ浴びる。しかし徐々に前に出る。おっと、ブラックのマウスがキャップを踏むことで意識を、そっちのキャップ踏みますか、意識を右サイドに向けるも、ラットルスネークがあっという間にダメージがとんでもないことになった。ここでまず一路を消し飛ばす。そういう力強いセブンパイレーツの守り、ラットルスネークのヒットポイント23ですか。そして北陽もダメージを加算で、すでにマウスのヒットポイントが500を切った。このままでは非常に厳しい。おっと、 5A にもダメージが刺さる。いやー、そう、きついですね、これ。H E4 のカバーが入ってますから、どんだけこう考えてポジション取ってるんだっていうような守りを見せます。 EL ゲーム、セブンパイレーツ、本当にこのマインズの守りっていうのはもう洗練されてきましたね。さあ、それでも EL ゲーミングはなんとか打開策を見つけないといけない。目闇を取らないことには勝ちはないと。いやー、加えてこれ E4 当てられましたかね。E4 プラス多分油断ですかね。LT ですね、おそらく。とんでもないダメージ入りましたね。さあ、やっとこれで GRB が一気に、さあ、まだまだ分かんないです。車両数的に言えばまだまだ EL の方が勝っています。あっと、ここでブラックが落ちて車両数4対5。しかしヒットポイントはセブンパイレーツの方が上。ここからどういう戦いになるのか、鍵はおそらくクワイエットのバットチャットなんですが、そうですね、これが E4 を倒せれば2キャップ踏めるようになりますから、敵の編成遅いですしね。フューリーはそれを読んで期待ってますね。はい、おっと、ラビットの E4 にダメージが。ここから本当に無茶な戦いはできない。さあ、フューリーの E4 が1両で裏を回っていく。もうこれはヒットポイント使ってでもいいから相手のヘビータンクの裏を取ろう、そういう強い意志がうかがえる。ワイトはリロードしちゃったんですね。これはおそらくリロードったら倒しに行くんじゃないですかね。さあ、フューリーのポジションもバレた。さあ、いやー、これしんどいですね。いやー、しかし抜いていきますか今の。フューリーもきっつい、こう逆にハードライナーに抜かれる。さあ、 M1 の 5A に対して先にダメージ与えたいが、 M1 はおっと、これまだわからない、まだわからない。いやー、 M1 これうまくいけば倒せるんですけども、厳しいですかね。厳しいかな、どうかな。クワイエットも微妙な感じで戦ってますね。残り時間はもうそろそろ2分となりそうです。 M1 がなとしても E4 を倒したいところですが、はい、フューリーが来てるのでいけないですね。残り時間2分を切りました。おっと、 M1 は落とされてしまった。フューリーに、これはちょっときついですね。ハードライナーがすぐに動いてフューリーを取りに行きますが、さあ、どちらが取れるのか。さあ、クワイエットポジションを外して、まずはこれ視界を切って、どちらかわからない方向から勝負をかけたいといったところか。いやー、しかしフューリーがきっちりと攻め切る。いや、これただ E4 を打ったので、はい、それを分かってるクワイエットは倒しに行きます ね。しかし一発外す、二発目抜けるか、抜きました。そうですね。さあさあ、いやー、まだまだですよ、ね、これまだわからない。あっと、背後を取った。ハードライナー側面取って仕留められるか。いや、ここでは仕留められない。あっと、きっちり抜い、カブを抜いてった。タイミングをずらして、カブを見えるタイミングを抜いてった。さあ、残り時間1分を切った。最後まで仕留めきれるのか EL ゲーミング、それとも守りきるのかセブンパイレーツ。まだまだじゃあ、バットのリロードを待ちますね。クワイエットのリロードを待って、なんとしても E4 を先に倒したいところ。さあ、残り時間あとわずか。さあ、他の車両見つけることできるか。あっと、スプリングはもう
ポイントを回っている。このスプリングのマウスをなんとかしなければ道はない。スリーキャップ選択しますか。おっと、ここでスリーキャップ、いや、ただ間に合わないです、間に合わないですよね。諦めちゃったのかな。マウスが逃げてしまったのが全てだったのかな。そうですね、残り10秒を切ってもこれで物理的に不可能になってしまいました。あー、こう EL も遅かったんですが、はい、かなりいいところまで来たんですね。もう本当にギリギリまで追い詰めたんですが、こちらの試合、時間切れによりセブンパイレーツの勝利となります。いや、脅威の粘りでしたね。いやー、これは本当にさすがって感じですね。この2チームはこう難しい勝負をしますよね、本当に。どちらが勝つかっていうのは本当に些細なことなんですけど、よくあそこまでこうあのガチガチの守りを削り切りますよね、 EL も EL で。すごいです、はい。じゃあちょっとマップの方を出していきましょうか。こういう 1,2,3,4,5,6,7 この布陣なんですけど、はい、やはり打開策はこっちですか。それにしてもこれは本当によく考えてるタクティクスなんですよね。はい、あとリプレイの方が見えるのでちょっとリプレイを見ていきましょう。失礼しました。はい、ともかく本当に薄いところきっちりと各車両がダメージを交換しながらうまいこと戦っていきますよね。いやー、本当にすごいところ抜いていきますよね。こうズームになってないとわからないポイントですよ。はい、さあ、マップの方再度見ていきましょう。よいしょ。はい、それでは亀選手、EL の動きをちょっと、はい、そうですね、まずは EL 側もうこれはもうここしか見えないと判断したので、はい、もうそれがよって完全にもうキャンプしてるということですので、EL は 5-8 をバチャッと使ってとりあえず1ラインを取りに行ったんですね、はい、ただここでラットルスネークの 5-8 はもちろんさらされますので、これ全部ここの一斉射撃でもうミリ残り HP23 まで減らされてしまいました、はい、そこでもうラットルスネークはここでから動けないと 50m 取り続けるだけになってしまいましたね。でそれ以外の5-8でここを削り切るんですけども、バッチャットが最終的にも投入されましたよね、うん、でここを取ってからが EL 素晴らしかったんですよね。でもちろんこっち1枚ブラックが入ってたので、そのマウスはちょっと落とされてしまいました。北洋かな、北洋ですか、うん、ここの、マウスが1枚落とされてしまったので、うん、まあとりあえず残るはここの戦車をどう崩していくかという感じなんですけども、うん、うまく岡部とこことここを使いつつ削り切って最後は時間切れです。そうですね、まずはマウス1枚を削り切って、はい、ここの片側のマウスを削り切って、そして、こちらのこうあれですよね、 E4 を先に削り切ったのかな。そうですね、先に E4 を取って、はい、1枚 E4 を取ってマウス取ってで、ここを取って最後これとこれが1枚、うん、硬いですよね、本当に。どうやったらこれ抜けるんだろうっていうぐらい硬いですよね。そもそも、うん、まず EL の仕掛けだったんですけど、ここの車両、そしてここの車両、2枚見せて、まずここの車両を打たせてるんですよね、わざと。うん、で、その後、こう、まあ、軟化させて、こう、こちらの軟化させる車両に対して、そんなにダメージ取られないような、こう、フェイクを、真ん中と右側でかけてるんですよ。それにもかかわらずラットルスネークがもう倒される寸前まで追い込まれるという、本当にその役割分担ですよね。こう誰がどこを見てどこを打たなきゃいけないで、崩されるとしたらどこから崩されるというのを自分たちも分かってるから、きっちりとそっちを見ている。でしかも貫通させる、外さないというのがこの2チームにはなんかそういったところがありますよね。うん、素晴らしいと思います、うん、本当に。亀選手的にもやっぱりこう
まあ攻めるとしたらこっち側からですか、うん、まあ、こっちからしかないと思いますね、うん、基本的には。まあここの2枚弾いてしまえばここのマウスが空にあがら空になる。まあそこで後ろと前とでなんとか連携を取って崩していく。で迂闊な動きをしたこの後ろの TD が見えればそこでまあダメージを取っていくっていう、本当にこう外側から外側からもうちょっとずつちょっとずつ削るというぐらいしかこうがっちりと守られた時の対処方法がないんですよね。そうですね、うん、あとはまあ1-3ラインを使ってマウスをこのラインを上げてここの E4 を打たせることでバッチャットを数枚ここ流してここ取ってからキャップという選択肢ができなくもないですけど、まあ枚数的に難しいというのがあるんでね、うん、難しいですね。だけどここに2枚は最低でも割かなきゃいけないですし、はい、で、うん、うかうかしてるとこうここも取らなきゃいけないですね。なかなかキャップというのは難しいです。ここからもうでっかいダメージがこう飛んでいって、もしかしたらバットチャットも落とされる可能性があるという、うん、で下手に軽い車両だけを見せてしまうとここのマウスがこう真ん中中央を取ってきますから、本当にこう車両の選択バランスも難しいっていう、すごいこう本当にまあマインズは難しいマップですよね。さあ非常に濃い争いを見せてくれた両チームの、マインズ2戦目セブンパイレーツ VS イーロング、次の試合はどのような展開になるのでしょうか。うん、車両編成軽く確認していきましょうか。いやー本当にこうこの2チームきついですね。さあ試合の方スタートいたしました。セブンパイレーツ VS イエルゲーミング、赤チームセブンパイレーツ、車両編成軽く見ていきましょう。マウスが2枚に 5A、そしてバッチャが3枚に 261RT ですね。それに対して、EL ゲーミング、マウスが2枚に IS4、E4 が2枚に、バッチャが2枚という、これもまた本当にいつもの編成、いつものディフェンスポイントという感じですが、問題はセブンパイレッツのラビットの RT ですよね。決めていけるかいけないか。ただ261ですので、マウスに対してそこまでの有効なダメージは入りきらないと、うん、と思うんですよね。ラットルスネークに今こうね RT 入ったんですけど、ダメ RT ブラスト入ってもこうダメージなくスタンだけが入るっていう、なんじゃそらっていう状況になりましたからね。さあどのように次の試合セブンパイレッツは仕掛けていくのか注意して見ていきましょう。はい、青チーム EL ゲーミング、こう E4 が2枚という EL のいつもの編成ですよね。さあセブンパイレーツ261をこれあれですか、ゼロライン乗ってきますか、うん、乗ってきそうですね、うん、動かしてから戦っていく感じですね。この261をゼロラインに持っていく理由としては、やはり右側にいるであろうヘビータンク勢へのアタックですか。ラットルスネーク前出してきましたね。前来ますね。いや、やはり IS4 ですか狙いは。さあナイスのバットチャットが、ま鉱山の犯した張り付いた S4 のマウスに対してダメージを与えられないですね。やっぱりこの距離この角度だと。さあ261がこう試合開始3分経ってようやっと攻撃位置ついたかな、まだ動いてるかな。はい、M1 の IS4 に対して焼きを入れ始めました。どのタイミングで仕掛けるのかっていうのが非常に楽しみになってきますね。ラビットが
おそらくは延々とこれ IS4 焼きますかね。だと思いますね。 IS4 がやっぱり邪魔ですから、うん、ハードライナーのバットショット焼きましたね。ハードライナーのバットチャットはチェーンの7です。そうですね、いつもだったら TD のいるポジションですよね。おそらくそのポジションに入れるっていうのはあれですよね、もうそこにいるだろうという決め打ちみたいな感じで入れてますよね、セブンパイレーツ。すごいですね、ラットルスネークにも入り始めます、はい、この準備砲撃でどこまでヒットポイント差稼げますかね。そうですね、まあ、1分に打てて3発ですので261だと、はい、まあ、1発あたり200ほどのダメージしか入らないとなるとって考えるとなかなか厳しい部分が、うん、いやーハードライナーに入っていきますね、ダメージ。ちょっとハードライナーしんどいですねこれ、うん、あ、しかもシャーチャーを持っていかれましたね。救急積んでるんですかね、どうなんでしょう。どうでしょう、積んでないですね。ちょっと基本積まない人が多いので、うん、あ、積んでますね。積んでますか、あ、積んでましたか。出ます。ここの261は完全な嫌がらせですよね。これ以上の嫌がらせはないっていう嫌がらせですよね。ともかくリロードが終わり次第こう相手のヘビータンク等々に対して、いやーハードライナーがちょこちょこ削られてきますね。おそらくハードライナー1回もまだバレてないですよね、ポジション。それなのにヒットポイントが3分の4分の1は削られるという、うん、ただそろそろアタックを仕掛けないとダメですね。残り時間的にも厳しくなってくる。いやーラットルスネークのマウスがこう動かないからともかくそこにこうそこか後ろに向かって打つよっていう、すごいこうラビット選手もどうせいるだろういるだろうみたいな感じで打っていきますね。ラットルもうまい具合にアーティが打ってからしか覗かないんですね、うん、刺さりましたね。刺さっても少ししかダメージがいかない、悲しいですね、はい、200ぐらいですね。そうですね、261だと直撃しても200かな、はい。さあ残り時間3分半、ここからどのように試合が動くのでしょうか。さすがにもう何かないとなんともならない状況になってきますが、まあおそらくなんですがラットルとその後ろに構えているであろうハードライナープラスあとクワエットかなで、なんとかこう内側キャップを成立させようという動きになってくるんじゃないでしょうか。車両をどんどん1ライン側に、あ、失礼します、0ライン側に寄せていきます。そろそろアタックがかかるかな。そうですね、おそらく次でマウスをスタンを入れたタイミングで行くのかなという感じですね。クワエットですね、クワエットにスタンが入りました。このタイミングでおそらく、ああ入りましたね、バットチャット3枚がアタックを、うん、スタンを入れるとかなり選手の球当たんなくなるので、はい、さあ一気にラットルスネークに対して、お、E4 外しましたねこれ、これですね、こうスタン効果が一気に決まってラットルスネークそしてクワイエットに対して一気に勝負をかけていく。あっとアーティーがきっちりとまたスタンを追加していく。おお、うまいですね先輩列。これこうやってスタンを使うのが非常にうまいです、EL はこうやってこう崩せばいいんだよというお手本のような感じで崩していきますね。
さあ IS4 がやられてしまいますが、しかし北陽に定期的にスタンダメージが降ってくる。これは岡上を逆に制圧されてしまったんですか。そうですね、岡上を取られたので今度は考えなきゃいけないですね。また先輩列逆に閉じ込められてしまってる状態ですし、はい、アーティフリーに打たせられないですから、ここからは。下振れ耐えましたか。はい、バッチャット1枚。アーティー処理できるか。おっと、アーティーできっちりとギーフを取っていった。これはうまい。さあ残り時間1分、ここでどう動くのか。おっと、ヒットポイントを残しているスプリングがバットチャットに、北に逃げたバットチャットに対して追い込みをかけていく。いやー、ただきっちりブラック見てましたね。さあスプリングが、あっとブラックを倒しきれば、あっと弾かれた。あっとアーティーがここで仕留めていく。これは素晴らしい。しかし弾は残っているのか、バットチャットの弾は残っているのか。さあ残り時間30秒切った。おっとマウスがバットチャットを先に沈める。おっと IS4 にも四角形が入った。さあここでダメージが2発、あと1発、あと1発弾かれたが全車両撃破。危ない。あー、ギリギリでした。いやー、これはいい試合ですね。いやー、セブンパイレーツこれはすごいですよ。261を使えて非常に上手かったです。いやダメージ目的というよりはラッシュの時のスタンですね。その時のアドバンテージがすごく大きかったですね。しかもきっちりとその当てるべきところに絶対当ててきましたから、当ててましたね。ラビットの261、これは MVP ですよ。いやー、しかしその下準備にかける時間がもうこれでもか、これでもかって261がブラインドをぶっ刺していきましたよね。もちろんそのにラビットのアーティーが刺していたポイントっていうのは、そこにいてもらったら困るんだよっていうその嫌がらせなんですよね。まあ、うん、そこにずっと居続けたらスタンも取るしダメージも取るよ、どうするのどうするの、下がらないの下がらないのっていうプレッシャーをかけてるんですよね。それで、やられてしまったのがハードライナーのバッドチャットなんですよね。完全にそのポジションを取り続けることができなくなって追い出されてしまった。その結果が、セブンパイレーツのバットチャット3枚に突入を許す結果となってしまったっていう。いやー、本当にこう面白い試合でしたね。はい、あと岡上にヘビ1枚かな。はい、こんな感じでしたね。1、2、3、4、5、6、バットチャットがそこですよね。そうですね、島側ですよね。はい、それでは亀選手解説をお願いします。はい、そうですね、まずはとりあえず丘を取って、ここを取ったんですね。はい、でここを取ることによって何ができるかというと、自走行リプレイがちょっと入ってしまいました。見ていきましょう。はい、ちょうどこれバットチャット3枚によるラッシュで一気にラットルスネークのマウスを取っていったシーンですね。そしてこのすぐ前だったんですけど、クワイエット選手がこうな、当たれば750砲を外してしまいます。それがまあともかく大きかったといったところですか。そしてここでハードライナーもこう焦ったのか外してしまうんですよね。いや、当ててんですけど下振れです。下振れですか。これここですね、ここが超絶テクニックで、はい、そしてこの、ま、こうバーベキューもうまかったですよね。ハードライナー、バーベキューのハードライナー倒したのも大きかったですね。マウス逃げら、マウスに対してダメージを取りに来たハードライナーだったんですが、あれダメージ取らずに逃げてたらどうなってたでしょう。うん、それでまた全然変わってきたと思いますし、バッチャット1枚確実に丘上にバッチャットを、もう1枚のバッチャットを処理しないといけない状況にされてましたからね。うん、はい、それではちょっと解説の続きをお願いします。はい、でまずはここを取ったことによって自走砲の稼働範囲がすごく広がるんですね。はい、基本的にここに自走砲っていうのは大体展開するんですけども、ここまで展開することが可能になりました。はい、ここを取ることによって焼けるポジションっていうのはここに選手がないよ、ここを焼けます。はい、ここを焼けます。そしてここが焼けます。はい、そしてここも焼けます。
ここを取ることによって、ここから全ての範囲が焼けるようになるんですね。はい。それが非常に大きいんですよね。で、もちろん見てた方はわかると思うんですけども、ここら、ハードライナーのバッチャット、そしてここのラットルスネークのマウス、そして IS4、E4、これ全てにダメージが通るようになりました。で、準備砲撃を7分間、6分間、約続けたんですね。で、さすがにもう攻めなきゃいけないとなったタイミングで、もちろんやったのが、RT で E4 にスタンを入れたんです。そのタイミングで、バッチャットラッシュ。で、ここのマウスを取り、奥まで突っ込んで、まあ、ここの E4 一発外しちゃったんですけども、で、ここの E4 も取り、もちろん ここのハードライナーはこちらに避難してましたから、これ以上食らわないということで、こちらに避難してましたから、ここまで取ることに成功しました。で、ここからはまた自走砲が大活躍。で、ここの EL 側のバッチャットは、こっちを取って、他を取り、1枚はこっちに展開したんですね。で、セブンパイレツ側は、ここを取ったので、とりあえず HP あるバッチャットは戻そうということで、こちらに戻していきました。で、そして HP あるマウスが、もうこちらも戻っていって、ここの残っていた EL の戦車を取ったんですね。で、岡部にいたここの戦車を、バッチャットを取れた、もやってセブンパイレツ側のマウス非常に大きかったです。で、ISO はこちらに避難してたんですけども、ここの E4、最後ここもアーティーがナイスキルで取っていきましたよね。で、こことここからクロス組められて、ISO をラスト5秒ぐらい取って、セブンパイレツの勝ちという展開でしたね。本当にこうギリギリの勝負、もう残り時間、もう10秒、20秒あるかないかっていうところで、最後きっちりと決着をつけることができた。もちろん EL 側も、丘に登ったハードライナーのバッドチャット、マウスを倒すのではなくて、あえて見逃して逃げることで、もしかしたらこう時間切れっていうのを狙えたかもしれないんですけど、もうあのような状況だと、こうダメージ取れ、ダメージ取れっていう指令がもしかしたら出てたのかもしれないですけど、なんと初戦のマップ、マインズで、セブンパイレーツ2本取ってきましたね。ストレートで取るという、これはすごい展開になりました。うん、はい、次のマップ、ゴーストタウンですから、まだまだ見どころたくさんのこのセブンパイレーツ VS イーロング。いやー、先読めないですね。うん、ちょっとどうなるか全然わかんないですね。まさか2本取るとは思ってなかったな、一応そのスタジオでのこう予想なんですけど、おそらく EL が勝つだろう、まあ5-1、5-2ぐらいで勝つだろうっていう話では出てたんですけど、そういえば我々こうなんか別の話して、ね、予想してなかったですけど、亀選手的にはどうでした？5対3で EL が持っていくと僕は考えてました。僕もこうね、5-3ないし5-4で EL じゃないかっていう予想はしてたんですけど、もしかしたらセブンパイレーツ下克上あるワンチャンあります、なってきましたね。いや、まさか EL がっていう、今の EL 決して守りがダメだったっていうわけじゃなくて、すごくこう相手の RT にしてやられた感が多分最後まであるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ思った以上にラットルスネーク削られたのと、あとはハードライナーですか、もう削られてしまったのが大きかったですね。その2人が多分合わせて2000ぐらい削られてるのかな。そうですね、かなりいってますね。ともかくそのラットル、クワイエット、そして、ハードライナーのその3車両にアーティのダメージが集中してしまったというのがかなり大きかったんじゃないでしょうか。さあ、マップは変わりまして、ゴーストタウン、こう、負けが先行している状態のイールっていうのを見るのも久々なんですけど、そうですね、前シーズンの T ぶりぐらいじゃないですかね。T とか、あとはカレン・ティーガーとの試合ですか。でも、こういった展開になったことはありますが、さあ、ゴーストタウンではどのような展開になるのか、EL VS セブンパイレーツ試合の方を見ていきましょう。セブンパイレーツなんですが、車両編成、攻め側赤チーム、マウス、タイプ5、IS7、5A が2枚に 50B が2枚という、これまたバッチャ廃止の重い編成ですね。そしてポジション南にシフトしてますね。それに対して EL ゲーミング、マウスが2枚に113、57ヘビー、5A、50B、バッドチャットという、なんか EL にしては結構車両編成は割ってますね。左下になんか出てこうね、左下のワイプでこうスタジオでお前ら何やってんだって目に入らない、こうベルトを、そう、いやー、こうねえ、
ショルダータックを何やってるんだっていう感じですが、はい、おそらくこうパチンパチンに、ね、解説の方がやってたんで、こう交換しようぜっていうことなんだとは思うんですが、はい、さあ静かな立ち上がり、ナイスの IS7 にダメージが一発入ってますね。おっとこれはバットチャットですか、バッチャットですね、うまいですね。ここから IS7 の頭抜いていきますか。でこうちょっとこれキャップゾーンでは厳しいということで一旦下がって、しかしこれセブンパイレッツもセブンパイレッツでなかなか広く浅く守って攻めてますね。ここからどういう集合を見せるのでしょうか。あとナイスが、ダブルと同時キャップですね。さあ、セブンパイレッツのボイスチャットの模様を聞いていきましょう。ファイブエース処理できませんでしたか。倒しきれない、今のが大きいな。GRB が逃げ切れるかですね。いやバットチャット前段測れると、あとリタイ、あと修理キットない。いやー鶴瓶打ち、もうダダ打ちですね。一発勝ちと玉切れですね。クワイエット、これでまた分からない展開になってきたか。しかしフルヘルスのバットチャットをどう処理していくのか。 GRB もこれ簡単には逃げられないポジション。うん、50B はワンマーク受けれますからね、はい、フルヘルスだとそれがでかいですね。うん、いやーにしても EL ゲーミングさすがにこう3連敗はねえよっていう、そういうなんか力強い攻めを見せてくれましたね。北サイドにセブンが1枚しかいないと見るやいないや、あっという間にキャップは踏まれてないのに、キャップの音が、あ、これはもうどのバージョンでも残ってるあれですね、こう修正点ですね。いやこの角度57ヘビーのヒートは抜けない。さあ113のヒットポイントで、あっとバットチャットが後ろからまずは北陽を倒してしまおう、そういう動きがセブンパイレッツになるんですが、スプリングと M1 がすれ違ったんですけど、これスプリング打って一発打ってしまったので M1 倒しきれないですね。そうですね、 50B をなんとか先に、 50B を使って57ヘビーをなんとか先に倒したい、そういう思いがちょっとしんどいですね、セブンパイレッツ。マウスがこれでフューリーが捉えられてしまいました。そしてヒットポイントのあるバッ 50B に対して、あーっとバットチャットがここでフルヘルス仕掛けていった。これで勝負ありですね。 GRB 選手が一発一発こう当てて奇跡が起きればっていう感じなんですけど、その奇跡はこの試合では起こりようがなさそう。さあ113に追いつかれて 50B も撃破、マウスも撃破で試合終了です。全シャルを撃破で EL の勝利です。はい、こうね
英語配信の方のワイプがちょこちょこっと入ってきて、なんだこいつらっていう感じになってしまいましたが、はい。もう、はい。なんでしょう、罰ゲームじゃないけど、って感じでしょうか。はい。うん。今の試合、どうでしたか？そうですね。まあ、IS7 1枚で2枚を釣ったんですけども、それ以外の5枚、6枚対5枚のところで、まあ、やっぱり攻めきれなかったので、追いつかれてしまった部分がありましたよね。やっぱり来た、やるんだったら、1箇所の方がいいのかなという感じがしますね。IS7 が確実に無駄な倒され方をしてしまっている感じがするので、2枚釣れたのはいいと思うんですけどね。2枚釣った上で、113に対して2発ないし3発当ててたんですが、まあ2対1、しかも相手の2枚のうち 1枚がバッドチャットではもうね、反抗する間もなくあっという間に倒されるという、その北で2枚戦ってるうちに南サイドで勝負がつけれたらもしかしたらっていうところであったんですが、まあイーロング側もそんなにあれですよね、簡単な守り方はしないですよね。こう上手いのがこうセブンパイレーツは南サイドからぐるっと戦場を回していったんですけど、 EL もきっちりと北サイドからぐるっと回していって、ここでハードライナーに 50B が2枚釣られちゃったのかな。そして、北サイドと、南サイドの連携が切られてしまうんですけど、うん、57ヘビーが活躍したのか。はい、それではもう一回マップの方を見ていきましょう。ポンと、はい、それでは亀選手解説の方を。はい、まずは IS7 とマウスでとりあえず2キャップ、これ同時キャップですね、を進めていったんですけども、バッチャットが最初ここいたんですね。IS7 はこれはまあ何発か抜かれてしまうと、まあこれ本来はできればあってはいけないことなんですけども、打たれてしまったということですね。 IS7 ちょっと下がりすぎかなっていう感じがありましたね。もうちょっと前いたら多分ここからはそれなりに弾けるところに入れたのかなと、まあ、あとは若干この距離のバッチャットのヒートのスナイプが当たるのは運がない部分がありますね。そうですね、はい、はい。で、そうですね、ここに一気に2枚来て、それ以外の戦車でこっちを、50秒こっち、それ以外はこっち感じで押したんですけども、まあもちろんこの戦車、カバー間に合ってしまいますから、こっち来てっていう感じで、もうあとは、50秒2枚と、マウスが1枚、残ったんですけどもって感じでしたね。ここは倒し切ったのはすごく良かったと思いますが、うん、ちょっと厳しかったのかなという感じがありましたね。すごくこうやっぱりこうマップ軽く見てもらっても分かることではあるんですけど、ここ1枚が完全にこう全ての車両から切り離されちゃってるんですよね、うん、もしここでキャップで2枚釣ってっていうんだったら、もっともっとこっちの車両っていうのはもっと早くもっと早くっていう感じで詰めていかなきゃいけなかったんじゃないのかなっていう。そうですね、まあ北に113にてここにバットがいるというのが判明した時点で何か手を打つべきだったかもしれないですね。まあ実際のところやっぱりこう流れっていうのはこういう感じですか、こういう感じになったんだけど、さすがにそのままで済むような EL ではなくて、 EL もこういう感じでやっぱり回っていきますよね、うん、でそれと同時にこちらの車両っていうのもこういう感じで回って、うん、ですぐさまこうまあ6対7っていうのをうまいこと生かしきったっていうのが EL は大きかったのかなと、うん、はい。 50B2 枚が結構いろんな、まあもちろんこう打ち切っちゃうとすごい賢者タイム長いからこうどっか行っちゃうっていうのはあるんですけど、もしかしたらそのオートローダーもこう57ヘビーと 50B
に当てとくべきだったのかなと。5A は無視してなかったんじゃないかなっていう。そうですね。まあ、それは確かにありますね。うん。ところでしたね、セブンパイレーツは。これでセットカウント2対1。1戦目に続き、この試合もなんか泥沼な予想がどんどん出てきました。はい。これね、こう今日4試合じゃなくて2試合だけでよかったっていう、こう、ことにならなければいいんですが。それでは次の試合見ていきましょう。セブンパイレーツとしてはここは突き放しておきたいところですね。はい。ただ編成すごい軽いですよ。こう、あれですよね。カレンもすごい軽い編成で試してましたよね。どうかな。僕このマップ軽い編成ってよっぽどうまくやんないと無理だと思うんですけど。まあそうですね。基本的にはそうだと思います。うん、重さが基本的にはやっぱり超絶有利なマップですから。こうボクシングとか相撲とかでもそうなんですけど、基本的にこう重い方が有利ですからね。それに対してやっぱりこう軽いけど何発も撃てるっていう戦車をたくさん用意すると、本当にうまいことをやらないと、その重い車両の重い一撃で いきなりこうやられかねないですからね。さあ試合の方を見ていきましょう。守り側赤チームセブンパイレーツ、113が2枚に 5A が3枚、そして 50B が2枚というかなり軽い編成。おっと、そして EL ゲーミング、青チームディフェンス、マウスが2枚に、マウスが3枚、113、57ヘビー、5A、バッドチャットという、まあバランス的編成を保っています。攻め側かなり押していきますね。軽い編成でポジションを取らせる前に取っちまおうという考えですかね、はい、セブンパイレーツは。そうですね。そして、50B2 枚がこう今か今かと出撃のタイミングになってますね。何を待ってるでしょうかね。おそらく南サイドにバッドチャットが回り込んでくるんじゃないか、もしくは2キャップのラビットを切りに来る、待ってるんですかね。そうですね。こうその、そのタイミングで前に出る、あっとラビットがとんでもないダメージ。うん、これまずいですね。あっと、ここでバッド、50B が2枚動く。50B しかも動いてるのがバレる。キャップは、まあ、切れるから問題ないやと。あっと、見られてこれ止めましたか、50B。ラトルにある程度のダメージは入れたんじゃないですかね。あっと、ここで一気に前に出るか4秒でフォーカスが入れられることができるか。あとマウスの後ろの車両57ヘビーとかにダメージを与えたいところなんですが、弾は吸われてしまったか。あっと徐々に削られていくのがセブンパイレーツ。しかも全員乗員がって感じなんですけども、すごいこう赤マークが目に悪いですよね。これさあ、やはり軽い先制というのがたたったのか、徐々に数を減らしていくセブンパイレーツ。防衛なのに攻めすぎてる感がちょっとありましたね、それに対してまだ1台も失っていない EL ゲーミング。しかもこうね、 50B の前にこう俺を撃てよって言わんばかりのヒットポイント残ってるマウスっていうのはすごくいやらしいですよね。うわー、これは厳しい。これは厳しい。あっという間に車両を減らしていく。さあ、突っ込んでくる 50B も相手に打たせる前に処理。さあ、先ほどのマインズとは打って変わった流れになってきた。さあ、全車両撃破で EL の勝利です。うん。はい。いかがでしたか、今の試合。まあ攻めすぎてる感がありましたし、やっぱり重さが正義だったと。
分かりました。だからといってタイプ25とかわけわからない、まあ、 そうですね、そこまでの重さは必要、あれかもしれないですけど、少なくともマウスは数枚は必要なのは間違いないですから、こう難しいところですよね。こう前はそんなにこう見向きもされなかったマウスをこう使わないとどうにもならないという、今のこう、まあ前はあれでしたね、 E100 がメインだったんですよね。そうですね、昔は E100 でしたね、うん、TCZE100 ロコマイとかやってましたから、 E300 とかそういう流れが一回生まれてどうなるのかなっていったところだが、こうマウスが強くなって、でマウスにそれが変わってっていう、まあその車両の性能が変わると編成が変わっていくという、そういうのもあれですよね、 WGL を見る上でこの時こういう変更があったからこの戦車が使われるようになったんだっていうふうに分かるっていう、こう以前はロシアとかでもそのマウス編成に対して 6枚バットチャット当てたとかっていう試合とかもあって、バットチャット側が勝つという試合とかもあったんですけど、今はちょっとそういうのはないですよね、なかなか。そうですね、なかなか難しい部分があると思います、うん、特にバッチャットなんか6枚使うと、まあ、もちろん連動はもちろん要求されますし、貫通も要求されますから、全量で行って逃げて行って逃げてを繰り返したのかなっていう感じなのかなと思うんですけども、うん、さあそれではリプレイの方流れておりますといったところなんですけど、 EL のそのダメージ管理というか本当に凄まじいですよね。ともかく車両を落とさずに全てのダメ車両がこう均等にダメージを食らいつつも相手をそれ以上削っていくという、本当に綺麗に決められたと思います。そしてやっぱりセブンパイレーツのその 50B なんですけど、姿を見せるとフォーカスを食らうっていうのがあって、やっぱりこう前に出すのをためらっていた部分もありますか。そうですね、 50B は最後の最後まで隠してましたけど、おそらく敵がいる側が思ってたことをしてこなかったという感じなのかなって思います、はい、それではマップの方をちょっと確認していきましょう。はい、はい、まあ、そうですね、もういきなりもうここまで取っちゃって、うん、ここにポジション入れないという感じでやったんですけども、これはここ狙ってましたね。でここにいると分かったタイミングで、もちろんイエル側はこことここで重さを持ってますから耐久戦を開始します。で 50B ここ2枚ずっと隠れて、まあ、出るタイミングを失ってたのがあったのかなというふうに思うんですけども、まあそう、あとはもう単発の殴り合いとHP の走行の勝負ですよね。もちろん111とか113に関しては走行ないですから、同じ単発も50低いですし、単発効果になるとやっぱりマウス、そしてオートローダー持ってるイエル側ポジション的よりもここはありますからね、ここ両線があるので、ここは頭出しで113と戦えるところですから、まあそうなると徐々に殴り負けていくというのはありますよね。で 50B は動かすんですけども、見つかりで北に行かせるとも遅くて、もう全て1が倒れた後残ってしまったという感じでしたね。このどうやっぱりこう 50B がうまく使えなかったことにセブンパイレーツのこう弱点があったのかなと。そうですね、 50B の使い方をもうちょっとうまくしてれば分からなかったですね。こうね、序盤からダメージを取りに行かないと、軽い編成の時にマウスを相手する時っていうのは 50B がダメージを取らないと基本的には負けますから。そうですね、うん、あれですよね、 50B ここじゃなくてここの方が良かったのかなっていう気もするんですよね。そうですね、うん、まあこれね、我々見てからのこう後出しじゃんけんできますから、こうそうね、こうこっちの方が良かったんじゃないかっていうふうには言えるんですけど、うん、難しいですね。ともかく軽い編成でどうやって勝つかで、勝てればすごくかっこいいんですけどね、軽い車両でマウスに対してこうライトタンクで勝利したぜってなるとすごいかっこいい、いいわけなんですけど、なかなかねそういうのも難しいという、一回もミスが許されないという展開、はい。さあセットカウント2対2でヒメルズドルフ3マップ目までやってきました。さあ
マインズではセブンパイレーツ、そして、ゴーストタウンでは EL がそれぞれ2セットずつ取り合うという展開になりましたが、このヒメルズではどのような展開になるのか、うん、見ていきましょう。まずはセンターに入るクワエット、そして2ラインのナイスがこうスポットをし合います。まあいつものっていう感じですよね。さあ、一旦止まったところで車両編成の方を確認していきましょう。赤チーム、まずはディフェンスをしますセブンパイレーツ。タイプ5が1枚 IS4 で 5A が2枚に 50B、E3、バッドチャットという編成。マウスがないですね、珍しいことに。それに対して青チーム、攻め側 EL ゲーミング、マウスが2枚にタイプ 5IS7、5A、50B、バッドチャットと、守り側より随分と重い編成となっております。うん、コメントでね、 215B183 いると面白いよ、面白いかもって思われてますねよね。はい、ただ最近そこまで面白くないんですよね。マウスが多いですから、貫通しないですからね、183。マウスが増えちゃったせいで183の利点が完全に飛んじゃったんですよね。昔ね、タイプ5ですかね、今リューダーを使うとなると。そうですね、昔みたいに 50B とかバッドチャット、そして113ですかがたくさん出てくるような戦場だと 183B っていうのは本当にこう気持ちいい戦車でした。あっと、うかうかしてたら丘の上に対して一気にこうダメージが入っていった。しかしフューリーに対して逆に3発叩き込んでいったので、この初戦の殴り合いっていうのはどうだろう。プラスマイナス的に言えばほぼほぼ変わらないような感じじゃないですかね。はい、補強が E3 におそらく削られてるので、油断かなんか多分当てられてますね。セブンパイレーツは先ほどのゴーストタウンといい、すごくこう早いタイミングで、積極的に防衛していきますね。あっと、北斗、燃えてますね。燃えてますね、これ。貫通してますよ。さあ、ちょっと北斗しんどいですね、これ。しかし、まあ、負けっぱなしではいかないわけですから、 EL の方もナイスのバッドチャットにダメージを与えたりとしてはいるんですが、さあこの後どういった展開を迎えるのか。さあ1ライン2ラインでマウスの姿が発見された、タイプ5が絡まれる。さあここからどう出ていく。さあこの距離のマウスの砲撃、なかなか難しいか。マウスが2枚1、2ラインを上がっていきます。さあしかしまだまだ勝負の行く手はわからない。車両のまとめ方を見るとこれあれですよね、マウスはあくまでも 1,2 ラインの釣りで、主戦は80ラインだよっていう感じの試合になってるんですが、あっとセブンパイレーツの 50B とバッドチャットに動きが、これはあれですか、北洋沈めに行きますか。うん、北洋沈めに行きますかね。ただこれ北洋沈めに行くときに確実にブラックの主戦が通りますから、はい、無理はできないですね。さあしかし、9ラインに相手のヘビータンクブラックですか、ブラックがいたので行くのもとどまりました。 50B、 あっとしかしナイスにダメージが、おそらく北洋相手にちょっかいをかけに行ったのを失敗してしまった感。ナイスは社長が倒れましたね。はい、このアッパー基本的に実装砲入れないので球技を積んでない選手が非常に多いと思うんですよね。うん、さあ、ああ、 M1 に対してダメージ、それならばということで8ラインから1ラインの M1 に対してラインを通していきます。
さあ勝機と見たか、ここで一気に 5A に対してヒットポイントの減ってる 5A に対して勝負をかけにいったぞ。いやーしかしキュープラきっちり抜いていく、うまいっすね。ハードライナーフューリーに対してきっちりと抜いていく。いやーこれは厳しい。さあ 50B に一発受けさせた。おっとフューリーもきっちりとキューポラよく抜くなー。いやーしかし北洋の AS7 がここで斜めラインを ついていった。さあこれで8ライン両サイドから挟まれることになったセブンパイレーツ。これは一気に勝負がついてしまう可能性が、バットチャットも挟み込まれているぞ。これしんどいですね。ちょっとあっと榴弾、そしてハードライナーがナイスに対してきっちりと押し込んでいく。一発弾きました。これでナイスはもう万事休す。いやー EL の本当にこう1対1の強さっていうのと、その盤面を持っていく力ですよね。それが凄まじいですよね。ラビットも上振れ800ダメージをクワイエットに与えたんですが、残念ながらバットチャット沈めきれず逃がしてしまいます。さあ今度は GRB にフォーカスが入る。あーっとマウスに当てることできず、そして 50B きっちりと丘から下がってきてオートローダーの利点をきっちりと発揮していく。全車両撃破で EL 勝利です。どうですか今の試合。50とバッチャット孤立させ方がうまいですよね言えるの、うん、やっぱりそのダメージを受けてしまった、その最初にこう北洋がとんでもでかいダメージを受けてしまった、しかしそれをその状況をうまく利用して、うん、こう餌にしましたよね。こう狙ってきやす来るかな来るかなと思ってこう北洋を狙いに来たバットチャットと50秒まんまと罠にはめた感じがありますよね。はい、さあこれで3本連続ですね。マインズだけは取られたけど、そこからはまあ負けねえぞとイエルがやってきますね。うまいですねやっぱり。さあここからどのような展開になっていくのでしょうか。さてとよっしょ、じゃあマップの方を確認していきますか。はい、これは集計 1,2,3,4,5,6,7、 そうですね、こんな形ですね。はい、それに対してセブンパイレッツ、うん、50B バッチャー、IS4、タイプ5、その後ろにもう1枚いませんでしたっけ。ここかな、あと E3 が。E3 ですね、はい。で、ヘビータンクは最初はあれなんですよね、マウス、対マウスのために3枚いたのかな、ここに。うん。っていう感じだったんですけど、リプレイの方出るのでちょっとリプレイ確認していきましょう。このシーンですね、 50B とバッドチャットが8ラインで完全に孤立してしまいます。このシーンでもうおそらく勝負あったっていう感じなんですよね。うん、オートローダーの囲い方が本当にうまいですね。はい、EL の仕掛けた罠に完全にはまってしまった感がセブンパイレーツにはあるのではないでしょうか。気づいたら8ラインでオートローダーが孤立、それを助けに来ようとした車両も囲まれてしまった。
もうなんというか泥沼ですよね。これって完全にあれですよね、その助けに来るであろう相手をまた罠を張って待ち構えるというすごいいやらしい囲み方ですよね、本当に。はい、さあマップの方を確認していきましょう。まず、最初の話なんですが、E3 ここだったっけかな。あ、そうですね、ここからここに通してましたね。はい、まず、E3 がこう北洋、北洋、そうですね、ここをどんどんダメージを与えてたんですけど、はい、そして燃えたんで、まあこれはちょっと持っていくかなとか思ったんですけど、はい、そして、あらかじめの偵察で、50B やバッドチャットっていうのが丘上にいたっていう瞬間があったんですね、うん、で、それを見て言えるは2枚でこちらを上げていったんですね、はい、で、ここまで行って、のを見て、セブンパイレーツ側ですか、こっちに行ったんですね。はい。まず、ですが、ここで、ブラックと、そして北洋のここ ISM ですね、に見つかってしまって、まあ、引かざるを得ないと。ということで、引いて、ここに M1 に数発、M1 じゃないや、マウスかな。マウス、誰のマウスか忘れましたけど、マウスにダメージを当てて、帰っていったと。はい。しかし、それは罠だった。実は、こっちからまた来てて、こっちからも押されて、ここにバットといい50尾は閉じ込められてしまったという感じですね。そしてオートローダーが孤立してしまった、そしてしてこう倒されてしまった全部配列側ですが、こちら押していくんですけども、もちろん再展開されてまして、すでにここに車両配置済みで、でここにも落ちましたし、もう完全に待ち構える準備ができたよということでやってきましたよね。正直ここのマウスはもうキャップに入ってただけなんですけども、それ以外の6枚で全て7枚片付けちゃったみたいなうまい具合の動かし方でしたよね。いやもうこれは完全にこうねしてやったりの展開だったと思います。こうかな、はい、いやーこの、ね、なんかマップを動かす図だけ見てもこうセブンパイレーツ北洋を倒しに行くんだったらもう頑張って倒しに行くべきだったんですよね。あれあそこ中途半端に止まっちゃったから、うん、そうですね、もうあそこは正直、うん、西まで完全に抜き切ってもよかったかもしれないですね。で、改めて3ラインから北に戻るでもよかったとは思うんですが、さあそんな感じで負けてしまったセブンパイレーツなんですが、次の試合ではどうなるのか。さあ面白い車両も加わってます。ヒメルズドルフ2戦目見ていきましょう。セブンパイレーツ VS EL ゲーミング、おっとこれ隙間通すつもりですか。すごいですね。車両編成見ていきましょう。面白そうな方から見ていきますか。 EL ゲーミングなんですが、マウスが2枚、5A50B が2枚、 E3 が1枚、 GWE100 が1枚、うん、それに対して赤チーム、攻め側のセブンパイレーツですが、タイプ5が1枚、113が1枚、 5A が2枚に 50BE3 バッドチャットという、先ほどに引き続きマウスは使わないぞという編成なんでしょう。マウスになんかあれでもあるんですかね。わかんないですね。マウスアレルギーかもしれない、うん、さあ狙われるかもしれないということで、ナイスのバッドチャットがいつもと違うポジション入れましたね。そうですね、いつもより1個左ですね、うん、1個左のポジションに入れて RT からの射撃を。ちなみに A、ここのナイスのポジションっていうのは A1 からの RT は通らないです。はい、コンからでも確か通らなかったはずですね。GWE100 という車両は、はい、ティア10の自走砲の中で火力と労働を両立した戦車なんですね、はい、なので火力はもちろんその GC とか急に波にありますし、リロードは261までとは言わないですけど、うん、GC 急によりも早いという感じのリロードタイムなので、はい、キャップ切り向いてますよね。でただし GW200 もちろん車体は E100 ですので、動きはほとんどできないという車両ですね、はい、ありありで多分30秒ちょいですよね、確かリロード時間、うんうん、それぐらいまで早くなりますね。さあ8ラインですでに GRB 選手が E3 相手にこう、これはブラインド合戦、そこにどうせいるだろうって感じで打ってますか。これもそうですよね、ラビット選手ブラインドで E3 いるんじゃないかってことで待ち構えていますけど、そこには E3 はいない。
これは先ほどどっかで見たこう、ね、タイプ5があそこにいるであろう E3 に対してこういるんじゃないかいるんじゃないかって言ってずっと構えていたところですよね。にしても EL は随分と 1,2,3 ラインを重視してますよね。さあ M1 のマウスに対して榴弾を打ち込めるのか。あーっと壁に座れる。そうですね、あっとこれマウスも榴弾、あ違いますね、 RT ですね。うん、うん、GWE100 の RT でスタンプラス離体削られましたね。あーなるほど、 EL は GWE100 があるから北側キャップを取られる分には全くもって構わないよっていうポジションを取ってるんですね。そうですね、まあ北側キャップというのは入るポジション基本的に限られてますから、はい、そのまあもちろん爆風で全部切れるようにしてますし問題ないよということですね。セブンパイレーツはもちろんそれ分かってますから北側キャップは踏みませんよね。なのでどうにかして南、視界を取るであろう車両等々を押し止めていきたいところなんですが、あっとバッドチャットが壁越しにダメージを食らう。うわ今のうまどうやってそこ通すんだっていうぐらいこう変な射角してましたよね。もしこのままキャップを取るキャップ側北側でなんとかしたいと思う場合は、M1 のマウスをどうにかしてギリギリですか、ギリギリこう2キャップの左側ギリギリでキャップをすればなんとかダメージ食らわないかもしれないという感じではあるんですが、おっと 50B と 5A 南に見えたので、あ変えますか、いやそれでもやっぱりラビットを狙いますね。崩されるポイントがあるもしあるとするならば、いやーこれは厳しい、痛いですね、これ崩されるもし可能性があるとするならば北の M1 のマウスからという、いやー今こう丘の上とんでもないところから車線が通りましたね。ラットルにおそらくラオウのタイプ5からとんでもない射撃が飛んできましたね。あっと見えてしまったので今度はそっちに榴弾を飛ばして、あっと残念ながらヒットはせず、すごかったですね丘上のラオウ、うんま、よく当てましたね、ま、窓を榴弾でぶち抜きましたよラットルに対してよく当てるなって感じがしますけど、はい。さあ時間だけがどんどんと過ぎていく、これ本当にどうにもならないか。おそらく崩すとしたらそうですね、今攻めてるラットルスネークのマウス、そして北の M1 といったところなんですが、あっともう北あれですね、もう大丈夫だろうって言ってマウスすら外しましたね。さあ GWE100 北洋ここで活躍していますが、これはそうですね、おそらく EL は北サイドも相手が攻めてこないなと踏んで完全に内側キャップの方に罠を張ってきたといったところですか。うん、基本的にはもう南を攻める以外の選択はできないようにされてますね、うん、ただ南は南でなかなか取り切れる位置にいませんから。あっと GRB に今のは何がヒットした、 E3 ですね、 E3 ですね、うん、そこにいたのか E3 っていう感じですね。750ダメージ軽く飛んできましたね。いやーその角度足元でも抜けないですよ113、特にヒートだと角度でおそらく弾かれてると思います。
いやー、こう南からタイプ5がこう攻めてこようかっていうタイミングで目の前にこう榴弾が落ちてきましたね。これはきつい。いや、しかしハードライダーどこ抜いてんだそれ。すごいっすね。いや、もうとんでもない技術の詰め合わせですよこれ。いやー、しょうがなく南攻めたけどって感じですね。いやー、まあダメージは少ないけど嫌がらせにはこれ以上ないですよね。はい、まあおそらくは前者の撃破で EL が取ってセットカウント 4-2 といったところですか。はい、こらきついわ。はい、全車両撃破で EL 勝利です。うん、うん、文句だし完全勝利ですよ、本当に。もうキャップポイントにしたら、やりたい方でしたね、なんだろう、キャップポイントにしたら近づけさせなかったっていう感じですね。今のディフェンス見て亀選手的にはどう思いました？どうやったら勝てるんだろうっていう。まあ南の 50m 落とす以外の選択は多分ないんじゃないですかね。あとは北にラッシュ仕掛けるとかで ABC を逆に取ってしまうとか、いうことをしない限りは基本的には無理じゃないですかね。あとはそうですね、公園うまく使えばよかったのかなという感じはありましたけど、公園これ先輩列側使ってましたからね。公園使った上で E3 にこうぶち抜かれてふわーってなってましたからね。正直厳しい部分がありますよね。こう本当にこれどうすんだろうっていう流れになりましたからね。僕もこうずっとマップ見ながらこれどうやって対処してればいいのかなってずっと考え込んでましたからね。 RT がいるから北は北キャップで釣り出すのは無理となると、僕も試合中ずっと言ってたんですけど、北の M1 のマウスをなんとかしない限りおそらく北側サイドで決着をつけるのは無理だよな。でもどんだけダメージ受けるのそれっていう、難しすぎると思います。そうですね。なので本気で勝負をかけるとするんだったら、南のその全車両を用いてのそのあれですよね、南側サイドの車両を先にどれだけ食えるかっていう。さあリプレイ出ますか、このシーン。はい、もっとダメあれですよね、ヒットポイントがある状態で仕掛けたかったですよねこれ。そうですね、まあ想像以上にアーティに削られてるのでね、これね、縦のラインプラス1ラインの車両からずっとダメージを食らっていって、ずっとこう2箇所から射撃が集中するような状況だったんですよね。もうリプレイもね、こう一方的な勝負だったから、もうリプレイ短いよっていうそんな感じになってました。さあマップ見ていきましょう、お願いします。はい、まずはですが、ここですね、 E3 にを出した瞬間にまあ飛んできたよと、これもちろん下ろすんですけども、ひたすらまあこれ攻撃されますよね。 E3 はもうダメージくたべ食らいすぎてダメになってしまったと。でバッチャットが1枚この辺走り回ってここまで行ったりとかしてたんですけども、ハードライナーのスーパーイムでここダメージ食らったりしましたよね。あとここ戻ったんですね。もう攻める手がここ行って、もう敵がいる場所は分かったんだけど攻める手がないというふうになったセブンパイレーツは南を押すですね。しかし南を押しても、もちろんこれとこれとこれと、そしてここ50人今いますから簡単に落とされてしまいますし、攻めきれないという感じでしたよね。で、ここ残ったのはもうあとはもう叩いておしまいという感じで、EL が完全な防衛をしましたよね。もしそのこれが分かった状態でヒットポイントがマシマシの状態だったらという仮定のもとに、その解放というかこの状況での勝ち方っていうのをこうなんとなく想像すると、おそらく公園内を、まあ、全車両、まあ、8ライン使ってもいいです、ね、このラインで取らなきゃ多分、ね、そう8ラインでもいいんですけど、こういう感じなんですよね。こういう感じで攻めていって北サイドの 3両をまずは弾いてしまう。で、そうですね。で、それでもいいと。そう、マウスがここにいたっていうことがこう
まあ後でわかるんですけど、まあおそらく1枚 E3 かマウスがいるだろうということで、ここに守っているであろう車両を早々と取ってしまう。で、取ってしまった後はこう、まあ一旦下がって体勢を立て直して、南サイドとの次の決戦ですよね、に対して、まあ、ヒットポイントを温存する。で、その後もし攻めるとしたらあれですよね、こうここに罠を置いてこういう動きですよねっていう、こうまずはこう ABC、 先ほど亀井選手言ってましたけど ABC を取りに行かないとダメだよねっていう、はい、こういう戦いになるのじゃないかなっていう、もし勝ち筋を探すとしたらっていう前提ですけど、うん、はい、いやー言える強いですね。どうにもならないですね。最初ねマインズで2セット取っておーって思ったらこれだっていう、はい。さあ EL vs セブンパイレーツ4マップ目プロホロフカ、ここで、EL が勝利すれば EL の、勝利ということになります。 EL がセットを取れば、EL、面白いことしてますね。またセブンパイレーツ、はい、セブンパイレーツ、守りがセブンパイレーツの、編成見ていきましょう。 5A が 1,2,3,4,5 枚、バッチャットが2枚という編成。さあこれセンターでこれ当たり合うのか、さあ、あっとバットチャットが、バットチャット3枚に仕掛けた。ただこれは失策ですね、完全に。失策ですね、これ完全にやらかしたパターンですわ。はい、まこれは、星見の配置の予想をちょっとミスりましたね、完全に。はい、これは勝負ありです。もうなんかこの当たった瞬間に勝負がついてしまって、あっていうはい、さあもうね車両編成紹介する前に終わっちまったよっていう、そんな感じです。 EL ゲーミングは、5A が3枚、フォッシュバットチャット2枚という編成でした。はい、もうねっていう、ゆっくりとこうね車両編成紹介させてもらえる暇もないのかよっていう感じで試合の方終了しました。はい、終了でいいですよねこれはい、終わりました。全車両撃破で EL 処理です。亀選手、このプロホロに関して何か感想一言。まあ、セブンパイレーツのポッシュ B の予測配置ミスじゃないですかね。うん、はい、マップの方を軽く出してこう、何が起こったのか、我々がこう、あ、それダメですわって言ってるだけじゃ話にならないので、ちょっと解説を言っていきましょう。はい、こうかな。こんな感じですか。こうかな。はい、リプレイちょっと見ていきましょう。いやーだって1分経たないうちに戦闘がスタートして、はい、こうセブンパイレーツはどういう想像してたのかわからないんですが、オートローダー3枚、バッドチャット2枚プラスフォッシュがいるところにバットチャット2枚叩きつけちゃいました。結果は、うん、まあ火を見るより明らかっていう、はい、そうですね。まあ多分フォッシュの位置をこの辺とかに予測してたんですかね、うん、この辺とかに予測してたんですかね、わかんないですけども、ちょっとフォッシュの位置を予測してなかったのかなという感じがしますよね。バットチャット2枚はもうこれ取りに同数で勝てると踏んでいくのもちょっとまああれなんで、そういや、まあ同数プラスおそらくなんですが、センターの 5A の援護をしようっていうぬるい考えだったと思いますぬるいとか言っちゃうし、はい、引いたらもちろんまあ返り討ちでやって、あとはもうここは取れますから叩いておしまいっていう感じですよね。こう、もちろんねダメージ総量的に言うとセブンパイレーツもかなり取ってるんですよ、かなり取ってるんですけど、バットチャット1
生きて逃がした段階でもうなんかすでにジエンドっていう感じでしたよね。いやーまさかまさかなんかいきなり勝負をつけに行くとは思わなかったよっていう、はい、プロホロフカでした。はい、どうでしょう、どうす、もしそのフォッシュがいなかったらという過程で進めると、これも見込んでたのかな、どうなんでしょう。で、1枚は出してたかもしれないですね。うん、で、こことここ、こっち側でサンドイッチ。で、ここ叩いて、フォッシュを。フォッシュの予想をちょっとどうなってんのかわかんないですね。うん、まあ、あとはフォッシュとバットでこっち、こっちに来るんだ、でも普通、1でここに配置しますからね。うん、ちょっとなんとも、うんって感じがしますね。まあ、EL が、EL の戦略としては、バットチャットプラスフォッシュで、こっち側を制圧する気満々だったのかな。うん、で、ここの、まあ、1枚とか援護で、こっち側はなんとかなるだろう。もしヘビータンクが突っ込んできたとしても、1枚は確実に、この3枚でしょれるだろうみたいな、心づもりでいたらいきなり目の前のバットチャットが2枚突っ込んできたっていう、多分 EL としても、上っていう感じだったんじゃないですかね。うん、なんかこうカモがネギしょって、しかもなんか鍋まで抱えてやってきたよみたいな、そんな勢いだったんじゃないでしょうか。はい、というなんかあっという間な決着でこう泥試合、毎日見た限りでは泥試合になるんじゃないかなっていう変なんかね勝敗予想だったんですけど、蓋を開けてみたらセットカウント5対2で、うん、まあ順当にイエルが勝利いたしました。はい、本日こう亀選手的に何か印象に残ったことはありますか。まあやっぱタイプ強烈ですよね、あれ。フィエルズのタイプ25ですか、はいはい、あれがやっぱ印象残りました、ね、なるほど、亀選手は実は明日のガレリアカップの解説ですか。はい、はい、明日のガレリアカップ解説務めさせていただきますので、はい、なのでね、こう WGL 始まる前にガレリアカップありますから、ぜひね WGL 見る前にガレリアカップ、はい、はい、見てください。お願いします。そうだ、こう本日のそれではこうね、後ろでこう英語本配信のこう笑い声を見ながら聞きながら、ちょっとこう画面変えるの忘れてしまってましたが、はい、明日も1日 WGL です、はい、明日はそうですね、日本の WGL とラストメモリーズ2試合ありますからね、はい、さあそれでは、本 EL とセブンパイレーツのこう最後の試合を見ながらこうあっという間に終わってしまった試合を見ながら、本日はお別れしたいと思います、本日の試合の